栄光なき天才たち。さあ始まりました、栄光なき天才たちという番組なんですけどもね。ね、すごいタイトルの番組ですね、はい、今ちょっと VTR でもね、まあ、いろいろ我々も知ってるような、はい、まあ、天才と言われる人たち来ましたけどね、私ね、こういうあの話題よくね、小学校の時にね、あの隠れた天才みたいなあの本のシリーズが出てて、よく読んだんですよ、エジソンの、実はエジソンよりも先に直列電流を、あの発明してた人がいるとかね、天才バカボンの隣にはレレレのおじさん、次元が違うんで、はい、今回バカボンは忘れてやりましょう、話ややこしくなるんですね、はい、さあそれでは早速一組目の天才ご紹介しましょう、はい、まずはこちらをご覧ください。はい、この方もう太田さんもちろんご存知ですよね。これはもうだって私のサッカーの師匠ですよ。いやちょっと待って中田カフス師匠です。ちょっと惜しかった。違いますよね。それなら横にボタンがいないですボタンを並べてください、はい、もう今なおですね、日本サッカー界屈指の選手と呼ばれる中田英寿さんですが、実は誰も知らない意外な過去があったんです。ご覧ください。ロペスが奪った、中田がキープ、まだ持っている、ドリブルで上がる、ドリブルで上がる、左足どうか、こぼれている。今から18年前、日本がサッカー最高峰の舞台ワールドカップへの初出場を決めた重要な試合。この試合で全ての得点に絡み日本代表の司令塔に君臨した男、中田英寿。15歳で世代別の日本代表メンバーに選ばれて以降、全ての年代で代表入り。さらに21歳で海を渡るとヨーロッパのトップリーグでも活躍、優勝を経験するなど、日本サッカー史上最も成功した選手とも言われる中田だが、そんな彼に意外な過去があることはあまり知られていない。そうなんだ。当時の僕を知っている、まあ、チームメイトだったり、あの監督コーチにもし話を聞く機会があるんであれば、誰一人多分僕のことをうまかったとか、あの技術があったと思っている人は一人もいないんじゃないですかね。続けられるな。代表チームでは常に補欠からのスタートだったという中田。そんな中、彼にはベンチから常に羨望の眼差しを向けていたある男がいた。財前信行。23年前に行われた17歳以下の世界選手権で若き日本代表チームの10番を背負っていた男だ。10番ですね。やはりあの当時の財前っていうのは、まあ、同世代の選手たちのある意味憧れの選手で、まあ、なんか少し上手すぎて近寄りがたいというか、まあ、単純な言葉で言うといわゆる天才というか。あの中田が認めた天才、財前信行とは一体どんな人物だったのか。もうその15歳ぐらいの時に全国からいろんな人間がいろいろ入れ替わり集まるんですけども、常に財前をモデルにして、こういうキックするんだよ、こういうコントロールするんだよって言った時に、財ちょっとおいでって言ってまず見せて、でみんながやり始める。やはり天才と言わざるを得ないね。ドリブルは上手いし、非常にこうパスも上手いしね、やっぱり当時のあの年代ではトップクラスと。衝撃を受けたのはもちろん指導者だけではない。元日本代表キャプテンの宮本恒靖、彼も当時財前と共にプレーした、まあ、ミニゲームとかをすると必ず財がいるチームが勝つという、そういうあの選手でしたね。これからその日本のサッカーを引っ張っていくというような姿をね、予想はしましたし。財前を知る者、誰もがその才能に今なお称賛を惜しまない。しかしその後の財前がフル代表に選ばれることはついに一度もなく、今や一般に彼を知る者は多くない。あれから20年、財前信行は
今仙台にいる。この放送は三菱電機花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。あれから20年、財前信行は今仙台にいる。よろしくお願いします。同世代の誰もが認めた天才、将来の日本代表を背負うと言われていた財前は一体どんな人生を歩んできたのか。財前が10番をつけて世界大会を戦った23年前、ちょうどその年、日本では J リーグが発足。世間は空前のサッカーブームに沸いていた。しかしあの当時、財前が J リーグでプレーしていたという記録はない。では一体彼はどこで何をしていたのか。我々は当時の財前と交流があったというある人物を訪ねた。それは、キングカズこと三浦知良。しかし一体なぜカズが財前を知っているのか。イタリアで僕は会ったんですよね、財に。確かにカズといえば、当時日本人初のイタリアプロサッカーリーグセリエ A プレイヤーとしてイタリアへ渡っていた。だが実はあの時、財前もラッツィオに行ってたんじゃないかな。サマーキャンプとかに参加したりしたんですよね。それであれだ、交流が始まったんですよ多分。そう、財前もまたカズと共にセリエ A に挑戦していたのだ。きっかけはやはりあの大会だった。アンダーセブンティーンをきっかけに、あるイタリア人の代理人に目をつけられまして、まあ、イタリアでまず1年間勉強してみないかっていうことを言われまして、まあ、自分はその気になったという感じです、はい。この時財前のプレーは世界の目に留まり、留学という形ながらイタリア屈指の名門チームへ入団が決まったのだ。そうしてやってきたイタリアでも、技術では決して引けを取らなかったという財前。だが一つ大きな問題があった。ある日チャンスが来て、自分はメンバー入りしてこれから行くっていう前日に怪我をしてしまったんですね。でその時に片言で自分痛い、明日行けないみたいなことを言ったら、もうやる気がないみたいな風に勘違いされてしまって、本当言葉というのは怖いなというか。通じない言葉、そもそもが突然降って湧いた海外挑戦のチャンス。語学を学んでいる時間などなかった。この一件以来、財前は痛みがあっても周囲には相談せず、無理を押して強行出場を続けるようになっていく。そしてそんな中、悲劇が襲った。それはサッカー選手にとって復帰が最も困難だと言われる怪我だった。要するにストップとかカットとかバランスを崩したことで、足を踏ん張ることによってこの怪我が起こるんですね。まあ、自由な動きをするのに前十字靭帯がないと、今まで できてた動作というのはできなくなってしまう。難しいと思いますね、非常に。こうして取り返しのつかない傷を抱えた天才は、夢半ばで帰国を余儀なくされた。一方、それから3年後、財前が去ったイタリアの地で成功をつかんだ日本人がいる。中田英寿だ。しかし元来は補欠でベンチスタートだった中田が、なぜ海外で大成功を収めることができたのか。
だ僕は自分のことを一度も上手いと思ったこともないし、いつも下手な選手だからこそどうやったら生き残れるのか、どうやったらこの上手い選手たちに勝てるのかっていうのをずっと考えてました。まあもう準備というか全てにおいて語学、体作り全部準備あってのイタリア出発という感じだったんで、まあやっぱああいう人が成功するんだなと、いやもう準備の天才だと思います。はい、準備の天才中田、そのことを象徴するある映像が残されている。イタリアでの入団会見、何かイタリア語で一言という地元記者の要求に、バスタアレッソファーメグラツェ。最初の会見で早速笑いを取るその語学力。海外で成功するため実に6カ国語を操るという中田、もちろん準備は言葉だけではない。まず練習、誰よりも早く行きながら自分ならではどうやったら上手くなるのか、でやめた後もどうやったら自分ならではのものが身につくのかっていうのをいつもいつもこう試行錯誤しながらやっていったっていうのは、まあそれだけはなんか自信はありますね。試行錯誤を繰り返し万全の準備をして臨んだイタリアでの開幕戦、中田は衝撃のデビューを飾る。さあ中田、中田シュート、決まった、決まった、セリア、いきなり開幕戦でゴールゲット。のディフェンスが崩れた隙間を見逃せなかった。ペルージャチャンス、ヘディング、さあ中田シュート、デビュー戦でいきなりの2得点。この日から中田は一気にスターダムへと駆け上がっていった。何を一番頑張ってたかって考える、ずっと考えて考えて、ただそれを突き詰めてやってるだけの話があって、ああいう財前みたいなプレーは僕には一生できないし徹底した準備によって脚光を浴びた中田とは対照的に、その準備が足りず表舞台から去っていった財前、再び輝きを取り戻すために怪我からわずか半年でピッチに戻ったが、スポーツ復帰、まあ、試合への復帰ということを考えた場合には現実的には8ヶ月1年、そういうふうにかかるのが普通です。ですから6ヶ月以前に試合に戻るというのは、まあ、そういったその時間経過っていう意味では常識的ではないと。爆弾を抱えた膝はまたすぐに悲鳴を上げた。2度目の靭帯断裂、早すぎた復帰が原因だった。チームも解雇され、財前はその居場所を失った。一方その頃、世間は日本初のワールドカップ出場に向けて大いに沸いていた。テレビの中で活躍する同世代の選手たち、もう辛かったですね。なんで俺だけこういう同じ怪我を何回もするのという。このままでは終われない、そう思った財前は再び必死のリハビリで復帰を目指したが、元天才の所属先はなかなか見つからず、ようやく拾われたのは当時2部リーグで下位に低迷していたベガルタ仙台だった。でまたその中でも葛藤はありましたよ。当時やっぱり、あ、俺の現実はまずこの下のチームでやらなきゃいけないっていう。さらに子供の頃から常につけていたのはエースナンバーの10番だったが、この時与えられた背番号は29番。それでも財前はここから新たなスタートを切る決意を固めた。しかし
移籍からわずか6試合目、もはや悪夢としか言えない3度目の靭帯断裂。もうそこで終わったなというふうに思いました。もう僕の人生は終わったし、もう死にたいぐらいでしたね、はい。一度だけでも選手生命が絶たれかねない大怪我。わずか21歳にしてその悲劇に3度も見舞われた財前。誰が見てもプロとしてサッカーを続けることは不可能と思われた。そんなある日、財前の元を訪れたベガルタ仙台のチームスタッフ。あ、これで申し訳ないけどクビですと。もう俺のサッカー人生は終わったな。しかし、それは全く予想だにしていなかった言葉だった。この決断を下したのは当時のチーム監督清水秀彦。怪我で苦しんだりなんかしてるっていうのも知ってたし、だからまあ何かの縁でもないけども、もう一回ね中止になって、まあ、変な輝くというか、やっぱりできるんだぞと見せてやれという気持ちもね、当然、ありましたね。財前の復帰を待つことはチーム全員の意思でもあった。そしてこれが財前にとって大きな転機となった。無理かもしれないですけど、絶対直してやろうという、もう初めてこう人のためにというか、もう、このチームを何か財前取って、財前を獲得してよかったって思わせるように。どんなに惨めでも、どんなに辛くても、とにかく待ってくれるスタッフやファン、そしてチームの役に立つための力を取り戻したい。財前はそんな思いで時間をかけ、かつてないハードなリハビリに挑んだ。その姿はまさに鬼気迫るものだったという。そしておよそ1年後、ついにその時は訪れた。後半16分、交代を告げられピッチに送り込まれたのは背番号10をつけた財前だった。1年空いて、もう多分忘れられてんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、復帰戦の時に自分は途中から出場したんですけども、ここから出場してみんなこうやって拍手で迎えてくれて、自分は鳥肌立ちながらピッチに立ったなってことを覚えてますね。そこにかつて華麗なテクニックで周囲の誰をも魅了した天才財前の面影はなかった。だが財前はこの日誰よりも泥臭く必死にピッチを駆け回った。そしてフッキ戦で見事決勝ゴールをアシスト。エースの復活はチームに勢いを与えた。下位に低迷していたチームは連勝を重ね、
夢だった J1 昇格はいつしか現実的な目標へと変わっていった。そして2001年のリーグ戦最終節、チームにとって財前にとって大きな節目が訪れる。勝てば悲願の J1 昇格、まさに大一番だった。自分を支えてくれた多くの人たちの思いに報いるために、財前は必死でボールを追いかけた。そして0対0で迎えた後半ロスタイム。財前のゴールが決勝点となり、チームは J1 昇格を決めた。そうですね、なんか今まですごい苦労してきたんで、本当こういうところで得点できてよかったです。その後 J リーグの舞台に立った財前は2002年までベガルタ仙台でプレー。29歳で戦力外となったが、その時仙台中のサポーターが財前放出に抗議、1万近くもの署名が集まったという。その後仙台から J2 のモンテディオ山形へ移籍。ここでも J1 昇格への一翼を担った財前は4年間、33歳まで山形でプレーを続けた。そして先月23日、この日財前信行はかつて同世代の選手たちと汗を流した思い出のグラウンドにいた。久しぶりの場所なんじゃないですか。いやもう約20年ぶりですかね、はい。そしてもう一人やってきたのは、サイ。おお、お久しぶり。元気？元気。よろしく今日は。かつて天才と呼ばれながら波乱の人生を歩んだ男と、常に補欠でありながら試行錯誤を繰り返し栄光をつかんだ男。20年ぶりの思い出のグラウンドで2人は今何を語るのか。いやすごい懐かしいね。すごいきつい練習なのに淡々と走るんですよ。いやだけどやっぱりその頃からもう財特別だから、まあ尾身さんとか小峰さんも、まあ財前はまあしょうがないな。まあもうだからみんなダッシュしてるのよ財、本当に。あきついからきついからって言うんだけど、もう尾身さんってまあ財前まあみたいな。あったね、あったよね。でもなんかヒデはすごいな、もう貪欲だった、なんか何でも覚えてるけど。そう、うん、それやっぱり多分小学校中学校のその一番こうやんなきゃいけない時に、こうマザイみたいなやつらがやっぱりいて、こんなにうまくなるためには今のうちからこんなにやんなきゃいけないんだっていう、なんか努力をするという頭がなんかなできたんだと思うんだよね。いや自分は俺はまあ性格上ね、プラス思考なんで、前十字切ったからこういうチームに行けたとか、前十字3回やって初めて気づいたから肉体改造して、それをあんま挫折もなくやってたら分かんない、もう25、6で終わってたかもしれない。お疲れ様、29だから俺ました。やめたの。確かに その話で思い出したけど、一回も聞いたことないんだけどさ、まだまだできたのになぜあのタイミングで
29歳という、うんね、サッカー人生短くして辞めた。2006年、自身3度目となるワールドカップ予選リーグ敗退を喫した中田はこの試合を最後に29歳で現役を退いた。絶対的エースであった中田の早すぎる引退は日本中を驚かせた。サッカーは結局好きで始めたでしょ。当然俺も好きで始めて、でたまたまいろんな代表に入って、やっぱり自分が一番こう楽しんだりなんか燃えてる時っていうのはやっぱり自分を追い込める状況の時、なんかこう自分が一番うまくて入ったっていうことはほぼなかったけど、なんかそんな雰囲気になってしまった2002年とか2006年の方の代表の方がやっぱり自分は苦労したよね。追いかけるというよりもなんか逆に今度引っ張んなきゃいけないみたいななったところで、そういう環境に慣れてなかった自分が突然やんなきゃいけなくなったら、やっぱりなんかちょっと、うん、少し狂ったなっていうのは、まあ、今でも思うね。なんか単純にこうただ単に楽しめない時っていうのは結構こう増えてきたりしながら、とりあえずここで一旦っていうのを、まあ、2006年のワールドカップの半年以上前にはもう決めて、うん、引退した中田はその後世界中を旅して回った。その中で世界中を旅した結果、本当に一本のペン、一つのキャンディー、それよりも一つのボールというものの効果がどれほど大きいかというのは僕は実感して、世界各国でサッカーを通じた救援活動やチャリティーマッチを行ってきた中田。2011年にはこの年に起きた東日本大震災の復興を願い、タイでもチャリティーマッチを開催。実はその時中田はタイの地で思わぬ選手との再会を果たしていた。なんと中田の隣になぜか財前の姿が。まあ、本当たまたまじゃん再会が、うん、タイで、でタイでチャリティーマッチやるって言って、うん、こう電話で話すことになって出てくれるってなって出て、再会してからまたこういう感じになったでしょう、うん、まあ、だからそれもまあ不思議で。実は33歳で山形を退団した後も財前は現役にこだわりタイへと渡っていた。日本よりもはるかに規模の小さいタイのサッカーリーグ、日本でも30歳前後で多くの選手が現役を退いていく中で、3度の靭帯断裂を経験した財前はボロボロになっても現役にこだわり続け、結局35歳までプロサッカー選手としてプレーを続けたのである。22でもクビになって辞めてる可能性もあったし、29、うん、33、3回クビになってるんだけど、うん、まあ、それで早く諦めてたら多分そのまんま、確かにプレーしてたからこそなんか再会できた、うん、なんか不思議なこう人生というか。確かに逆に財はなんかこうこの先の夢じゃないけどこうしたいなとかっていう。俺はもう、まあ、指導者というか、まあ、そういうのでこう一人でも中田英寿みたいなやつが出てくればいいなって。俺はそ俺の夢は今それかな。で俺の若かった頃みたいな子もいっぱいいるわけ、見てて、うわー財前みたいだなって、各代表が入っててね、でもプロになったら違うんだぞって、もう今だったら俺は言えるわけよ、うん、自分はもう失敗したけども、今じゃあ思い返したら、あこういうふうにやらなければ絶対お前はダメになるよっていうのを絶対子供たちも伝えれると思うし、
まあ、そういう環境で自分はこうずっとサッカー人生できたことが、まあ、自分も本当に財産というか。今日はアンドシュート、アンドシュートいきます。度重なる挫折を糧に財前は今地元仙台でサッカースクールを開いている。一方、世界をそして日本中を旅して回った中田は、その中で出会った日本の工芸や文化などを世界に伝えていきたいと、現在多くのイベントや PR 活動を行っている。However, this time we decided that this was about 日本のいいものを世界に発信するというこれがコンペではなくて、世界が日本を目指してやってくるためのコンペであるという、そこがやはり重要なポイントだと思います。まあ、僕の今、うん、やってることすらね、なかなかこう理解されづらいけども、でそれをこう話するとやっぱりサッカーのイメージしかなかった人って何言ってんだろうなと思う人はやっぱりいっぱいいるんだけど、自分にとってはなんかこうまず何よりも楽しい、その楽しいっていうのが本当にサッカーを始めた時の楽しいみたいな感覚が今すごいあって、ヒデらしい、うん、やっぱ追いかけるじゃないけどこう上を見てやれるってこう掴めるというふうに思ってる人というのはやっぱ強いんだなって思う。互いに認め合う光と影の人生、見据えるその先には新たな夢が広がっている。やっぱりあの僕はもうこういう VTR を見るたびに思うんですけどね、はい、やっぱりスポーツってのはいいね。何なんだよざっくりしてますね。いいけれど、うん、ねえ皆さん、うん、財前さんのこと知ってました？僕は正直知らなかったですね。松井さん、私も知らなかったですね。ね、僕もサッカーやってましたけど。サッカーやって知らなかった。知らなかったですね。前園さんはもう当然知ってる。もちろんもちろん、はい、一緒にインプレーもしてましたし、まあ、一つ下の世代ですけど、あの二人は、ヒデの名前を聞くことは一度もなかったですけど、財の名前は聞いてました。天才がいると、すごいのがいると。ボール持たしたらドリブルもできる、パスもできる、自分でゴールも決められると、もう何でも一人でできてしまう、まあ、そういう選手だったので。恵まれてるその才能っていうのは、でもあのやっぱスポーツ選手にとってのあの怪我っていうのはね、そうですね、もう本当に、しかも3回でしょ。あの左膝前十字靭帯断裂っていうのは1回でもやるとなかなか復帰できない。それでもやめる選手がたくさんいますからね。僕の友達で大学時代スキー初めてやってこけて靭帯切ったやついますけど、一緒にするなよそれ。いやでもあの永田選手のさっきのあの財、おい財っていうのが来た時のあの、はい、あの感じってなんか初めて見る。いや見せたことないんじゃないですか、ね、あんまりテレビで、ね、はい、あんなに気さくに喋る方なんだっていう思いましたね。イメージが変わった感じがする、うん、ちょっとヒデのイメージ とっつきにくいっていうかちょっとね、はいはい、そういうイメージあると思うんですけど、普段は結構ああいうプライベートではああいう感じなんですよ、ね、まあ、それがこう出てたのかなと思いますけど、財前さんとの仲の良さも伝わったし、はい、本当に今の日本の文化を広めようっていう仕事が板についたんでしょうね、うん、何の情報もなしに見たらあれ国会議員のやることですよ。口調とかが議員さんの口調になってたんで、はい、一票を投じたかったんですよ、はい、でもあのやっぱどっちがそのね栄光なきって言うけど、うん、この後半の人生分かんないですもんね。これからまた分からないね。財前さんもいい表情されてましたもんね。もしかしたら財前さんがワールドカップを引き、ね、監督とかいう立場で、うん、日本を率いてワールドカップに行く可能性って、うんうん、あるわけですよ。あれだけ挫折を知ってる人なら、うん、それは選手のことは全部ね、ね、で分かる、気持ちは分かるわけだから、うん、その時財がコーチにヒデ頼んだらもしかしたら分かんないですよね。 それは分かんないですよね、信頼関係で。どうですか前園さんもそこで。いや僕は多分声かかんないと思います。